お正月を移そう。どうして新年会を屋上で。なんたってあれが見えますから。東京スカイツリー。今年のお正月もいい写真をフォトブックにまとめましょう。あら皆さんもおめでとうございます。ございます。じゃあ今年最初の一枚。あら、そういえば聖子さんは。あんなところにスカイツリーに行っちゃったのね。おめでとうございます。今年も思い出はフォトブックにまとめましょう。富士フィルム。お正月を写そう。私来る途中に迫力ある映像を撮ったんです、この 3D デジカメで。では早速 3D テレビにつないで見てみましょう。わあ、なんか綾小路さんにそっくりの姉妹だな。すごい、なんか触れそう。すっごいですね、 3D の迫力は。若くて可愛い子見ると噛みつきたくなるんです。今年も 3D デジカメで写真を楽しく。富士フィルム。お正月を移そう。はい皆さん、スカイツリーバックで撮りましょう。お願いします。あ、聖子さん、今年も肌の潤いが違いますね。はい、アスタリフトジェリーですから。お、みゆきさんも潤ってる。はい、アスタリフトジェリーですから。あれ、あやの恋さんは。私も潤い与えます。うわ、そうきましたか。随分ダイレクトなやり方ですね。今年もアスタリフトジェリーでグッバイ乾燥人生。富士フィルム。お正月を移そう。鏡餅、なんか三段腹みたいですよね。なんで私のお腹のこと知ってんですか。勝手に覗かないでください。というわけで、栄養バランスを考えてダイエットサポート、メタバリア。ついつい食べ過ぎちゃうお正月におすすめです。こういうのどうなのかしら。聖子さんは興味ないわよ。玉ねぎ外皮エキス、サラシア濃縮エキス。聖子さん、濃縮エキス。今年もご飯、運動、メタバリア。富士フィルム。